2016年3月4日、陝西省西安市広陵区で、アパートのエレベーターに閉じ込められた女性が死亡するという事件が起きた。アパートの住人によると、1日午後に、パトカーと救急車がやってきた。急病人がいるのかと見に行ったが、警官は、エレベーターの中で人が死んでいたと言っていた。死亡したのは、同アパートの15階に住む女性だとみられる。エレベーターの内部を見た人は、ひどかった。生きたまま閉じ込められ、餓死したんだろうと話した。複数の住民も、遺体の手は変形していて、エレベーターの中の壁は、ひっかき傷だらけだったようだと話しているが、警察の詳しい発表はまだない。死亡した女性は、夫と離婚後は、一人で生活していた。近所付き合いもあまりなく、精神的に不安定な様子も見られたという。奇妙なのは、エレベーターから、何の音も聞こえなかったことだ。今年1月30日、アパートのオーナーから、エレベーターが故障したと連絡を受け、不動産会社の作業員が点検に訪れていた。その際、エレベーターを叩いても、中からは、何の反応もなかったという。作業員は、修理には、専門のスタッフが必要なことや、新年、旧正月の休みが間近だったこと、もう一機のエレベーターは正常に動いていたことなどを理由にそのまま放置。今月1日に再び修理に訪れた際に遺体を発見したそうだ。現在、警察が詳しい原因を調べている。